で、見てもらいたいのは振ってることではなくて、この樹選手の体がぐーっと力を使うためにぐーっと縮んで縮み切ったところでボールを捉えてる音がするかどうか。で、縮み切ったとこでボールが当たってるかどうかの、まあ、一つのうまくいったかの指標は右足ですね。よく今、ベタ足がいいとかって言われてますけれども、まあ、ボールをコンタクトする前に右足がこう離れていてば、かかとが離れていれば縮みでないですよね。だからスイングの感じで言えばこんな風に見えると、どちらかというとこうしといてこういうスイングじゃなくて、これで正解です。これしれっと打ってますけど、スローにしたら分かる、これミスですね。若干右足の、うん、でもこういうことを考えてたらそんなにミスに、結果的にミスにはなる、使う方法手法パワーが合ってるんで、でやってる動きというのはもう本当に回転してないです。こういう動きだ。でなぜこういう動きがいいのかって、人間のパワーって自分がこうガッとこう出していくよりもこう我慢する方が筋肉の出力っていうのは大きいんです。だからクラブでボールを打つために振るっていうことは、自分の体筋肉をいわゆるポジティブ能動的にガッと使って、あのクラブをコントロールしてボールを打つので、例えば100キロのものをグッと持ち上げるよりか100キロのものをグッと耐える方が容易なんです、簡単なんです。それは何でかって言ったら、もうここでこの力をグッと受け止める方、こっちの方が筋肉の出力が大きいからです。だったら単純にその力を使った方がボールは飛ぶわけですね。そしたらクラブでボールを打つということではなく、しっかりバックスイングを取ってダウンスイングでブレーキをかければいい。何か質問ありますか。納得、うん、あでもできる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 、あの一番いいのはそれが見えてくるといいよね。そう見えてくるの、なんか売ってる感じどう？どう？じゃあもっと飛距離出してくれる？さあもっと飛ばそうとした時にどういう動きをするか。今飛びましたよね、さっきよりもね。そしたら何が変わって見えたか。早いですよね、うん、うん、縮みが大きい。で、例えば説明でこれが体なんですよ。これが体で、これがいわゆるクラブで、要はまあ、これが車としましょう。で、車の上に物が乗ってます。天井にね。で、要はこの天井に乗ってるものをこの壁に当てたいわけです。ドーンと。その時にどうするかって言ったら、
車が突っ込んでいきます。車が突っ込んで壁にドーンって当たった、これで速くするわけじゃ、当ててやるわけじゃないですよね。そう、ここでそうブレーキをかけたらいいんですけど、この力を大きくするためにこの車は一番何をしないといけないですか。そう、一番先に加速せなあかんですよね。一番もうどこでスピード出すかって言ったら、スタートダッシュのここで加速をして急ブレーキを踏めば、これがドーン行きます。これがクラブなんですよ。でできたらこのバーンと急ブレーキをキュッとかけてピタッと車が止まった瞬間と、これが壁にバーンって当たった瞬間が限りなく同じであれば、打点が短いんですよ。打点までの距離が短い。例えばこれがすごい長い距離でバンとこう、まあ、いわゆるスピード出すぎてこっち当たってしまうから、ここに当たらないっていうのでは、早く加速して早く急ブレーキをかけなあかんってなった時に、そうしたら急ブレーキをギャッとかけて止まってから、これがバーンと当たるまでの時間が長ければ長いほど違和感があるんです。だから必ずこれがスタートして急ブレーキが、でこの急ブレーキブッてかけたのと当たった時間が同調してればしてるほど気持ちがいい、コントロールしやすいっていうことなんですね。求めるところもここですと思って見てください。ブレーキをギャッてかけ始めた瞬間とボールが当たった瞬間と、ずれた、まあ、ずれることもあります。まだ惜しいけど、でも近いですよね。でね、実際によしやっぱり強い球を打とうと思えば思うほどこうミスしたくないからね、日本人はやっぱりゆっくり動き出しやすい。そう、これぐらいパッと加速しないとギュッと急ブレーキの時には間に合わないんですよ。まだ納得いきませんか。まだ納得いきませんか。はい、今ブレーキをかけるタイミングがちょっと遅いんですよ。だから下の土台の車がもうぶつかってしまってる。だけで言うと、もっと早くブレーキをかけて加速してかけて、こっち側の壁に自分の体が突っ込んで当たらないようにしないと、これ若干切り返し加速してる。本当にここでパッといったらギュ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 ッともう止まらないみたいな。そう、これは壁に下の車が当たってないんですよ。当たってはダメなんですよ。そう、ただこれは無意識にこれができるようになるまではやっぱりこういう理論に基づいていろいろ考えてやらないといけない。これはいつしか、これ単純なものなので、そんなことを考えなくてもスッとできるようになるし、もうエラーが起こっているのはこのことなんで、またこれができなくなった時はここへ戻れば、ミスになっているのはこう出てるかこう突っ込んでるかしかない。